着いて、で車でホテルに向かっています。今日は日本はもうちょっと暑いんですけど、パリは着いたら10度びっくりするぐらい寒かったです。びっくりしました。なんか飛行機の中が乾燥しすぎて、すごい一生懸命保湿を頑張りましたので、ちょっとお肌の水分が保たれた状態で無事パリに着くことができた。パリっぽいじゃーん、パリっぽい。あ、凱旋門近い見える。あ、でもいい感じ、すごい綺麗、すごいなんか神聖な感じする。はい、凱旋門が背景になる。じゃん、凱旋門。何回見ても凱旋門綺麗ですね。凱旋門見えるかな。凱旋門、あったあった、あちらにディオールの布団もあります。じゃーん、綺麗ですね。落ちたかな。はい、ということでまたホテルに着いたら回します。パッ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 。着きました。こんな感じでいいのかな。これ見えてるのかな。プラザアテネです。じゃーん、プラザアテネはロビーも素敵ですよ。こんな感じです。すごい綺麗。今日のコーディネート、靴も。この鏡、ちゃん、元気、肌が大きいです。何さんにいいって言ってたじゃん。まず部屋を探せ。私のお部屋は332なので、見てみて、かわいい。332に向かります。あ、ディスがあったはい、こちら私のお部屋332です。開くか、開かなかったらどうしよう。開いた、ただいま。なんて、あー、え、素敵、見て、じゃ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 ーん。あ、よいしょ。あー、かわいい。この中庭の景色大好きなんです。緑と一緒の。すごい、なんかツンとした気持ちのいい空気が流れてます。カメラじゃない、ビデオ。
セントたちです。うわ、後で開けてみよう。え、見て、モンテーニュのディオール本店の、なんか見えるかな、刻印がされてる。わ、すごい。ちょっと一回バーッと一周くるっと360度。あ、こっちにもお花が、見て、すごい。じゃあ、わー、ありがとうございます。すごい、私のために用意してくださったお花ですね。なんか嬉しい、すっごい素敵。いつもディオールさんが用意してくださるお花、本当に可愛くて。あ、ここにもなんかカードがついてる。すごい素敵なんですよ。いしょ、開けてみようか。はい、 Welcome to Dior and to Party Dior Yuko with much love。ありがとうございます。洗面所も行ってみる。お、着きました。うわ、素敵。あ、懐かしい。私この部屋泊まったことある。うわ、すごい思い出した。なん、いつだっけ、2019年かな。懐かしい。なんか、あ、じゃーん、だ、本当にただいまかもしれない。こちらのカプチュールトータルと一緒に過ごしたいと思います。これがね、私特にこれが私大好きで、もう必需品です。はい、よいしょ。うわ、すごい。はい、美味しそう。うわ、久しぶりに食べる。前回来た時も食べなかったから。いや、幸せのフレンチトースト、いただきます。じゃーん。肌に良さそう。美味しい。すごい。わあ。Yeah, it's a relax room. Relax room? Yes. After you come here, after your treatment. わあ、すごい。ああ、こんな部屋でリラックスできるの。プルプルの何か。うん、何これ、おいしい。なんか食べてもらわないと説明のできないおいしい味でした。
Saturday can be the best day ever. Don't stay home wishing the weather was better. Let's remember this moment together, 'cause we won't stay right here forever. So tell that boy what girl you like. It's quite cute. アイスを食べます。いただきます。パリ2日目の朝です。今日はこんなルックで、こちらでちょっとお買い物したいなと思います。パリ本店、ディオールパリの本店に来るのは何回目かな、この8回目ぐらいです。すごく日本とは全く別、違うセレクションのお洋服だったりとかがたくさんあります。行きたいと思います。着いた。Et des lignes inédites, frisées dans son amour des fleurs.
ということで今は夜の11時なんですけど、うどん食べてきました。梅わかめうどんを食べてきました。はい、美味しかったです。もう明日に備えて寝たいと思います。おやすみなさーい。おやすみ。のんちゃんと合流。合流。すごい朝日が綺麗で。これからお土産を買う旅に出かけたいと思います。お土産を買いにまず第1弾チーズを買いに来ました。おすすめしてもらったチーズ屋さんです。美味しそうすぎてどれを。そう。おすすめはありますか。あのコンテの長期熟成。ああそう。日本で多分なかなか見かけないので。そうですね。ちょっと味見してます。いいですか。はい。いや確かにコンテだったら持ちますもんね。そうですね。暑さにちょっと弱いのでこちら置いておきますよね。まあ、美味しい。日本人の方は間違いないです。あのどうしても旨味感じる舌を持ってるので、うん、コンテってすごいアミノ酸の結晶なのでこの白いところが。あ、美味しい。これ、これまあ間違いない。あ、すっごい間違いないですね。これ本当に美味しい。157円とかだから100、今1万6000円ぐらい。そうそう、日本では多分お金出しても手に入らないと思う。あ、これは絶対買った方がいいって言われたやつです。間にトリュフが挟まってるんだって。やばいやばい。クリームチーズみたい。なんか絶対買って帰る。わかる。ありがとうございます。レシートクリーム。
これで美味しいパーティーができる。チョコレート屋さんに行きます。こちら、あれのアンドリブワンさん。前回パリに来た時に、ちょうどバレンタインの時期で、チョコレートたくさん買って帰ったんですけど、中でもここのチョコレートがすごい斬新で美味しかったので、今回もお土産に買って帰りたいと思います。これが結構感動的に美味しいの。なんかザクザク系の舌触りなんだけど、本当に美味しいの。もうここで私がゲットしたいのは共演者の方々のお土産なので。あ、そうなんだ。そう。テイスト、いただきます。 Can I ask you, do you like creamy one? あ、ロケット。何それ、シャーマンずつぽかし、一口ちょうだい。あ、いい、あ、いいよ、これそうね、ぽかして、おいしい。ココナッツだ。 Yes、 おいしい。 You have seen different and there is one that's good。なんかこのスティックを1個買って、あ、これこれにしようか、これにしよう、こっちにしよう、このタブレット、タブレットにしようかな。すごい量のチョコレート、またキロで買うことなんですよ。まだタブ、スティック、このクッキー大好きなんですね。この茶色いところが特に美味しいので、いっぱい入ってますよ。帰るために空港に向かっているところです。エマもうちょうどファッションウィーク中パリに来ていて、エマとちょっと合流してお買い物をしたりとか、楽しい時間を一緒に過ごすことがギリギリでできました。朝はね、メイクののんちゃんとも会うことができたりとか、なんかまたちょっと違ったパリを楽しめた、そんな5泊でした。そして私は帰って、次の日からもうすぐまたドラマの撮影が始まるので、そのためにこう体調をしっかり整えつつ、飛行機の中でゆっくり休みたいと思います。ってことで、オーバー。Thank you.